服部直樹、服部直樹、服部直樹、1966年6月13日体は、三重県四日市市出身のレーシングドライバー。2017年現在、スパフランコルシャン24時間レースで総合優勝した経験を持つ、唯一の日本人ドイバーである。1985年に、スターレットでダートトライアルに出場し初レースで優勝する。 翌1986年にフォーミュラカテゴリーの FJ1600 へ参戦。1988年から全日本海産にステップアップして、1990年にはシリーズチャンピオンとなる。前述の通りデビューがダートトライアルであるが、その後フォーミュラのトップレーサーになったケース非常に稀で、ある。1991年には全日本海産前、選手権にステップアップ。 また同年に、海一の日本 GP と、オーストラリア GP に、コローニから、スポット参戦したが、エンジン、シャシャーともに戦闘力が低かった上にマシントラルも、発生したために、予備予選通過を果たせなかった。この日本 GP で、予備予選中にマシントラブルで、コースアウトしたが、その際にステアリングを投げ捨て車体を蹴ったため、その場面を目撃した、中島悟から、 仕事道具をあんな扱いにするものは耐性し、何があっても車を蹴るのは良くないと苦言を呈された。2008年会一日本 GP でのトークショーにおいて、コローニから、いくら、いくら出せば、うちで走らせてあげるよと持ちかけられたが、個人交渉をして交通費からギャランティまで出させた。日本人ドライバーで自参金なしで乗ったのは、自分が初めてだと思う、という胸の発言をしている。 なおこれ以降会一に参戦することはなかった。その後、全日本会三戦から発展した全日本選手権、フォーミュラ日本には1996年のシリーズ発足時より参戦し、1996年シーズンではチームメイトのラルフ・シューマッフ派、この年がフォーミュラカーラストイヤーとなった星野和義らと最終戦までチャンピオン戦いを繰り広げ、シリーズ2位となった。 1997年と1998年はカートのステップアップカテゴリーであるインライツに参戦し、1999年にはカートにステップアップしたが、開幕戦のマイアミにおいてアルアンサージュニアと接触してクラッシュし、左くるぶしの上と膝の下を複雑骨折したことにより、中盤を多くのレースを棒に振ったことが影響し、翌2000年シーズンから日本に復帰。 フォーミュラ日本を再び主戦場とした。2000年から2002年まではチーム5次元から2003年から2005年はドコモダン・デライオンから参戦した。2001年シリーズには開幕4戦で3勝を上げシリーズ2位となった。その後2005年をもってフォーミュラ日本から引退した。一方で全日本 GT 選手権スーパー GT では1994年に ムーンクラフトの日産、シルビアで GT-1 クラス、現 g t 5 0クラスに参戦しているほか、1九十六年には g t 5 0クラスでチームチームより、ラルフ・シューマッハとのコンビで、マクラーレン回 1GTR をドライブし、シリーズ2位を獲得した。その後前日のアメリカンフォーミュラ参戦のため、三年間のブランクが開くが、二千年の国内復帰の際に、 ムーンクラフトがメンテナンスをしていた縁で、チーム、国光のレイブリグンスで、高橋国光引退後のシートを射止め、シリーズに復帰する。2001年に、メンテー処分で出場ができなかった、星野和義の代役として、星野レーシングに一時的に加入。その後、プライベートチームの一つ山レーシングに所属した後、2003年に、今度は、豊田系チームのクラフトに移籍した。 そこで、ダンロップアークスのドライバーとして活動。2006年シーズンから投入された新型のレクサス SC430 で第3戦の富士スピードウェイにおいて優勝を果たした。これは、1996年最終戦ミネ以来の優勝であったダンロップにとっても、1997年最終戦以来の勝利。その後二度表彰台に上がりシリーズ九位となったものの、 翌2007年にチーム、マシンともに大不振に陥り、同じ段ロップタイヤを履く中島レーシングの NSX が一勝含む3度の表彰台を記録し、ランキング2位を記録したのとは、対照的にシーズン中盤まで最新型マシンを手にできず、また新型投入後も熟成が進まず、入賞回数こそ9戦中5回を記録したものの、最高は6位に止まり、 この年をもって、スーパー GT から引退した。結果として、GT では、自動車メーカーのワークスドライバーではなく、タイヤメーカーのワークスドライバーとして活動したため、トヨタレクサス、日産、ホンダの3ワークスすべてでドライブした、数少ないドライバーの一人である。2006年には、フォーミュラ日本のドコモダンデライオンの、オペレーティングディレクターに就任。2007年は、 元山明の強い誘いにより、アラビアンオアシスチームインペルに移籍しチーム間に就任した。2008年は、本山がチームレモンズに移籍するのに伴い、ハットリモチームレモンズの監督代行となっている。また2008年からは、スーパー GT のドライビングスタンダードオブザーバーに就任し、レース中のアクシデント、マシン同士の接触等があった際に、 ペナルティ等の判断を下したり、シリーズに新規参戦するドライバーに課せられるルーキーテストの審査を行ったりしている。2010年からは岡田秀樹との二人体制。若手ドライバーの育成カテゴリーであるフォーミュラチャレンジジャパン FCJ においても FCJ のタイヤがダンロップのワンメイクである関係からコントロールタイヤの選定を行ったり、 シャシーに著しい個体差があると思われる場合にその性能差を実際に乗り比べて確認するなど2006年のカテゴリー発足時からシリーズ全体のアドバイザーを務めているこのか2005年よりレプリスポーツと提携してチーム直樹を発足させ FJ1600 スーパー FJ 開始 EJ 等の育成カテゴリーに若手ドライバーを参戦させる活動も行っている クモ3カテゴリーとも2009年までタイヤがダンロップのワンメイクであった。2005年よりダンロップのテレビ CM に D1 ドライバーの野村健と共に出演している。ホットバージョンに出演していた際には土屋圭一からはハンゾー他のドライバーからはハッチャンなどと呼ばれている。現在も画像レイシング86、BRZ レースやスーパータイ級に参戦しており、 2015年には ST-4 クラスで埼玉トヨペットからトヨタ86を借りクラスタイトルを獲得している。愛用のヘルメットには1990年全日本海3000のテスト中の事故によって死亡した親友の村松英樹の名前、英樹ライブズが刻まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。